宅にて夫婦揃って面談。前回の振り返りをしてライフプランニングのプレゼン。ここには北は仙台、南は鹿児島まで全国各地7名のライフプランナーの皆さんにお集まりいただきました。経営改善、そして資産形成、貯蓄の計画です。